お願いします。ではちょっと腰痛に悩まれているということなので、はい、座りながらちょっと腰痛ね、腰のこわばりを取るポーズしていきたいと思います。じゃあちょっと足を、右足を左足の上に組んでいきます。しっかりとね、背筋スーッと伸ばして、左手で右の膝持ちます。で、右手を後ろにぐーっと回して、椅子どこか持ってください。で、ぐーっと息吐きながらおへそから回して、で胸吐く息とともに肩、最後は顎先目線です。自然呼吸して、なんかこれ釣ってるんですよ。じゃあここも緊張してるということで、それが分かるのもすごいヨガの一つです。で、ふわーっと力抜いて一度脱力します。足をほどいて脱力。反対側も、はい、じゃあ右手を左の膝横、反対左手、椅子の後ろを息吐きながら、ぐーっとウエストからしっかりねじって、胸、肩、目線、自然呼吸続けて、ふわっと力抜いて脱力。脱力する瞬間が気持ちいいですよね。マッサージ行かんでいいですね。自分でやれるようになったら本当にね、マッサージ代がね浮くので飲みに行けます。ダメです、ね、自分でできます。マッサージ行く必要ないですもん。大丈夫です。簡単な方法ありがとうございました。ありがとうございます。